それでは私の方から一番のご挨拶を見せたいと思います。日頃より国境交通新聞や発表といたしまして、私の総務省の行政に大変ご協力いただいていることをまずお礼申し上げたいと思います。またただいま西田会長の方から頂戴いたしました答申書、この取りまとめにあたりましては、委員の皆様方が大変なご苦労をいただいて、また極めてこの、実質5ヶ月ぐらいの間に11回ほどの会合を開いていただいたということでございます。ですから、本当に熱心にですね、ご討議を賜った素晴らしい内容のご提案であると、このように思っております。この須藤部会長、そして徳田イノベーション創出委員会の主催はじめといたしまして、皆様方に本当にお世話になっておりますこと、ありがたく重ねてお礼を申し上げたいというふうに感じます。で、このイノベーションの創出につきましては、私どもで、作りました総務省の中の ICT 成長戦略会議、こちらの方にもご提言をいただいております。そして私としてはですね、今このイノベーションこそが日本を動かしていく、私たちはこの経済成長をしながらこの日本の国の国力を高めていこうと、そのために作られたのが安倍内閣であります。その成長戦略の要となるのがイノベーション、さらには地域の活性化、そして海外展開だと私はそのように位置づけているんですが、この3つの中の1つであります。で、このイノベーションの分野につきましては、この総務省の中だけで終わらせてはいけないというふうに思っています。したがってあらゆる場面でこの大切さというか重要さ、それからこの必然性、そういったものを訴えてまいっております。現在におきまして、まずは骨太の方針といわれたやつがありますが、日本の最高戦略、さらにはですね、この科学技術イノベーション総合戦略、こういう政府が全体で示す戦略の中に明確にこのご提案の内容については位置づけられてまいりますし、すでにそのようになっている部分もあります。で、今後はこれをいかに必要な法律や制度の改正、さらには予算措置をして実践するかと思っています。成長戦略の鍵は3つのキーワードだと先ほど申しましたが、そしてさらにですね、これを進めていくための実践とスピード、これがもう必要だと思いますから、今後ご提言をしっかりとですね、私としては予算をつけ、また形にして実行していきたいと考えております。従いまして、その際には引き続きまして委員の先生方にはぜひご指導とご協力を賜りたいと、また私どもの方からお願いをさせていただくこともあるかもしれません。具体的なことをやるときにですね、知見のある方々にぜひお手伝いを賜りたいというふうに私は思っているのであります。それぞれお忙しい中で、またすでに政府の方にですね、その他の立場でもご協力いただいている先生もいらっしゃると思いますけど、とにかくここは今日本を動かしていかなくてはいけません。ですから参議院の選挙が終わった、その中で我々がしっかりとした強い政治体制を作れたならば、これはさらに拍車をかけて実行していきたいと思いますから、重ねてよろしくお願い申し上げまして、お願いに返させていただきます。大変皆さんありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。